ハリケーン・アレンは1980年に発生したカテゴリー5のハリケーンである。特にハイチに大きな被害をもたらし多数の死者を出した。シンドズ・ハリケーン・アレンは1980年8月1日にアフリカの西の海岸線付近で熱帯低気圧に発達してカーボベルデ型ハリケーンとなった。しかしアメリカの国立ハリケーンセンターは熱帯低気圧が ウィンドワード諸島の東およそ 2100km の地点に達するまで24時間の間に何ら発達過程を発表しなかった。熱帯低気圧は2日にはカリブ海方面に進みながら強力になりアレンと命名された。1980年に発生したハリケーンとしては最初に名前が付けられた。NHC は今後アレンが通過するであろう海域の海水温が高く 発達に必要な要件を満たしたと判断したが、プエルトリコ付近の北から冷たい空気が南下して、約72時間の間には発達しない可能性も、あるとした。アレンはゆっくり移動するようになると予想されたが、時速27から3 7トルの速度で、精神した。3日には、NHC が、プエルトリコ付近の冷たい空気が弱まり、アレンは、 今後より発達すると予測した。3日16時に風速時速1 5 5トルが観測され、NHC はアレンをハリケーンに分類した。しかし後の分析の結果では、16時間前の前日の深夜にはすでにハリケーンに昇格していたという。アレンは4日の深夜、バルバドスの首都ブリッジタウンの北西およそ6 1トルの海上でメジャーハリケーンとなった。 また6時間後には、セントルシアの南およそ1 3キロメートルを通過した。以後2時間でアレンは、カテゴリー4になり、この日の午後には、中心気圧946ヘクトパスカルを記録した。5日の深夜になる少し前に、中心気圧は924ヘクトパスカルになり1979年のハリケーンデイビッドと同じ数値となった。5日には、プエルトリコの南の海上で、 カテゴリー5になった。これは当時、北、大西洋で発生したハリケーンの中では最も早い、日時にカテゴリー5になったとして、記録を残したが、25年後の2005年には、ハリケーンエミリーが7月16日にカテゴリー5となり、この記録が更新された。この時アレンの中心気圧は911ヘクトパスカルを記録しており、 カリブ東部では最も低い中心気圧の記録となった。また、NHC の予測に反して10時間後に35ヘクトパスカル気圧が低下した。アレンの中心はジャマイカとイスパニョラ島の間をカテゴリー4の勢力で通過した。ハイチとジャマイカの山の間を通りながら衰弱したアレンは島から遠ざかると再びカテゴリー5になり、1日の間勢力が維持された。 キューバとメキシコのユカタン半島の間を通過中に、中心気圧が899ヘクトパスカルが記録されている。アレンはこの時までカリブ海のどの島にも上陸せずに西に移動していた。再びカテゴリー4にやや弱まったが、メキシコ湾に侵入すると3回目となるカテゴリー5に達した。この勢力は1日の間維持され、 中心気圧は909ヘクトパスカルで少し高まったが、それでも、なお非常に強い勢力を保った。その後アレンは11日に消滅した。アレンは大西洋で発生したハリケーンの中では、勢力が過去5番目に強く、また一生の間に、カテゴリー5の勢力であった期間が3度も存在した、稀なハリケーンであった。また、 前述のように、当時来た大西洋のハリケーンとしては、史上最も早い日時にカテゴリー5となり、2005年のハリケーンエミリーが7月16日にカテゴリー5になるまで、この記録は破られなかった。アレンによる被害は、特にハイチで大きく、創始者数269人のうち220人がハイチで死亡している。 アレンという名前はこのハリケーン限りで使用中止となり、アンドリューという名前に変更されたが、この名前も1992年のハリケーンアンドリューでの使用を最後に引退となったため、最終的にはアレックスという名前に置き換えられた。ありがとうございます。